そしていつも同じ場所で死ぬ。諦めずに消える足場に挑戦するけど、すぐに下に落ちるよ。アイテム2号があれば楽に向こうの岸まで着くけど、何回やっても何回やってもエアーマンが倒せないよ。あの竜巻何回やっても避けれない。後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされる。タイムレンダも試してみたけど竜巻相手じゃ意味がない。だから次は絶対勝つために、僕はいい感だけは最後まで取っておく。もう少ししかない。そしていつもそこでいかん使う。諦めずにエアマンまでたどり着くけど、すぐに残機なくなる。リーフシールドがあれば楽にエアマンは倒せるけど、何回やっても何回やってもウブドマンが倒せないよ。落ちるこの葉は何回やっても避けれない。後ろに下がって距離はとってもいずれは距離を詰められる。タイムレンダも試してみたけど、あいつのジャンプをくぐれない。だから次は絶対勝つために、僕はいい感だけは最後まで取っておく。2号があれば楽に向こうの岸まで着くけど、何回やっても何回やってもエアーマンが倒せないよ。あの竜巻何回やっても避けれない。後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされる。タイムレンダも試してみたけど竜